2006年のカーコ・フェレンク・カーコ1950年11月18日隊は、ハンガリーのアニメーション作家、サンドアートパフォーマー、ブダペスト出身。ハンガリー芸術大学で、グラフィックデザインを学び、卒業後1973年に、ハンガリー芸術家財団に加入している。ハンガリー国内の TV アニメーションシリーズ作品など、多くのクレイアニメーションを制作している。 その日、カーコは、砂アニメーションも制作するようになる。カーコの砂アニメーション作品は、1983年の第36回カンヌ国際映画祭では、短編映画部門で、グランプリに選ばれたり、世界最高峰の国際アニメーション映画祭である、フランスのアヌシー国際アニメーション映画祭に入賞したり、ベルリン国際映画祭で、金熊賞を受賞している。 1996年には、自身のスタジオ、CAK、スタジオを開設している。同年より、サンドアートパフォーマンス活動も開始、サンドアートパフォーマーとしてパイオニアである。カーコが、広島国際アニメーション映画祭で来日した際に、フェスティバルディレクターの木下紗よ子が、砂アニメーションを、ライブパフォーマンスでやってみたらどうというアイディアを出したことが発端となり、 サンドアートパフォーマンスの歴史が始まり、カーコは今でもサヨコに感謝していると言っているという逸話があるが、もしこれが本当のことだとしたら、サンドアートパフォーマンスの歴史の始まりに日本が寄与していることになる。日本では2004年の NTT 西日本のコマーシャル、NHK みんなの歌、古いお城の物語、NHK 鳥のオリンピック冒頭映像などに使用された。 法日時に愛知万博でサンドアートのライブパフォーマンスも行った。ありがとうございます。